じゃあ始めましょう。皆さんこんにちは。グッドウェザースルーの針山翔です。今日はね、いよいよ最終回でございます。で、やるのは、最後のね、3つ、意識による旅行、宇宙空間の探検、タイムなき進歩の報いというところをやるんですけども、これね、大体同じようなこと書いてるんで、これの話はあんまりしないかもしれない。東京でもそうだった。何をやったかというと、こう宇宙空間とはどうなってるかという話。なんで意識に、さっきのね、例えばなんで神社に行くとそういうことが起きるのかとか、その、まあ、なんで意識による旅行だとかそのことができるのかっていうね、その根本的なことは書いてないんですよ、これには。だからそこも含めて話をしていこうと思ってます。で、この話した、あの意識は何だって話を、まあ、今日の元になる話なんだけど、まあ後で説明するけど、単純に言うとね、意識って何かっていうと、最近分かったこと、意識は範囲なんです、言葉で言うと。だから範囲、ここからここまでっていう範囲ってあるでしょ、としか言いようがないんです、意識は。だから範囲だから、その個別の広さがあるわけでもないし、長さがあったり重さがあったり時間的な何かがあるわけじゃない。ただなんとなくなんだ、それ範囲なんですよ、なんだってことなんですよ、あの人間の言葉で言うとね。でそれを要するに佐藤さんだってね、あの数字がいろんな、例えばあの数が増えたり、あのマスが増えたり、その減ったりするんだけども、その中でやっても基本的に全部同じ、どこからどういうふうに攻めても全部同じ数字になるんですよ。ってことがまず一つ数字あるんですよ。でそれってまさに意識は範囲ですよってことを表してるんですよ。つまりどこでどうやったって同じ数字しか出てこないっていうことなんですよ。だからそれは、なんていうの、数字っていうのがいろいろ違うっていうのは現れが違うだけの話で、だけどそれを数学的に足していくと全部同じ数字になる。例えば1111なら1111になるんです。っていう、それは何を示しているのかといったらば、これは宇宙の意識的なものっていうのは範囲ですよってことを数字で表してるんだってことに気がついたんですよ。その今言った意識は範囲ですよっていう、なぜそんなこと言えるのかっていうところの説明に入ってくるんだけども、で東京でやったね、あのこの最終回も同じことを言ったんですよ。でみんなポカンと言ってたんだけど、で要はこの意識による旅行とかねっていうのが出てくるんですよ、レクチャー10には。でこの意識による旅行っていうのは何かっていうと、その例えば自分が今肉体で金星や土星に行けなくても、その意識的にそこに行こうとすれば行けますよってことが書いてあるんですよ。なんでって思うでしょ、何が行くのって。じゃあ魂、自分の魂がなんかどこか抜け出していくのとかさ、なんかそんな風に僕は思いがちじゃないですか。で自分の中の何か意識っていう、何か特別な、例えば形状で言うとさ、こうボールみたいなもの、それがこの辺から抜け出して宇宙の彼方に飛んでって、で見てきてまた戻ってきてるのかなとかさ、そういう風に考えると、そのこれ意識って何ってよく分かんないんですよ。でそのことに関してこの中ではね、全然説明してないんですよ。で意識ってどんなものなんだろう、みんなにどう伝えれば、このね、ここに書いてあるようないろんな出来事、意識による旅行ができますよとか、過去が見えますよ、未来が見えますよ、いっぱいいろんなこと書いてあるんだけど、
これいくらこれその意識で遠方見る方だとかね書いてあるんだけど、これなんでこんなことできるのってことは書いてない。でそれを考えてた時にふっと分かったんだよね。それは意識は範囲なんだ。だから時間も空間もそこに移動するとかそういうことじゃないんだよ。もうすでにそこにあるんだよ。だから例えば遠い遠いアンドロメダ星雲に今のアンドロメダ星雲を見ようと思ったら見れるんです。これによればね。じゃあなぜそんなことできるの？つまりそこが自分の意識の範囲の中だからですよ。じゃあこの範囲は何が決めるんだったら、自分が決めたらもうそこが範囲なんです。でこれで最近よくね、思いは成就する、ね、思えば叶うっていう意味が分かるはずなんです。思うことは何かというと、ただ単に自分の範囲を定めただけなんです。思うことは自分の範囲を定めることなんですよ。というふうに説明をしていくと少し分かってくると思うんですよね。意識って何っていう、意思とか意識とか何がテレパシーとは何だとかということが分かってくると思うんです。でそれを示しているのがまさに神の数学なんです。なんだかんだ言いながらね。で多分吉野さんがそこから何かを掴んでるっていうのも多分似たようなそのものなんだけど、吉野さんは吉野さんの、まあ、その興味というかな、興味の俺というか私とは違うその興味の持ち方があるんで、また何かを見つけ出してるのかもしれないけれども、やっぱりそんなふうにもシンクロしてる全部が。っていうふうに思うんですね。ここまで大丈夫ですか？質問がある？質問する前によくわからない。おぼろげ、おぼろげ、うん、だけどさ、意識って例えば俺のまあ、じゃあ石破さんの意識が石破さんどっかね体のこの辺にあったとするわ。で石破さんがじゃあ土星ってどうなってんのかなと思って見たいなと思った時に、これがバッとテレポーテーションみたいにバッと飛んで土星に行って、こうやってああこうなってんだって見てるのかっていうふうにまあ普通は思うよね。できますよって言われたら、でもじゃあその宇宙空間をどうやってこの飛んでいるんですかとか、どうやって移動してるんですかとかっていうことがいまいち説明されないよね。そこは分かる。あ、範囲なんだっていうのは分かんないでしょ。自分がこう範囲をこう決めた時点で、うん、時間も何もこう昨日であれ今日であれ、うん、明日であれ見ようと思えば見れる、うん、距離もどこでも見ようと思えば見れる、うん、決めるのは自分、うん、っていうのが当たり当たり。でその先に思ったのが三角の話やったじゃないですか、ピラミッドの、うん、空間だってなんか本当は違うよって、上下じゃなくて、下を見れば上も分かるしって。そんな話した。三角、ピラミッドの話、ピラミッドの話で上を目指せ目指せって、うん、普通はいいでしょ、うん、でもそうじゃなくって、ああ、その三角、このピラミッドっていうのはあれだよね、
人間関係だとかその天狗系の要はあの偉くなるっていうことは上に行くってことだよっていう、うん、そうだね、はいはい、わかりました。あれでそうじゃなくて、うん、全てをこれも一緒なのかな、同じですっていうのが一つと、うん、だからそんなことを今ずっと考えてたんですけれど、なるほどね、そう、あの多分ね、そうなんです。もう一つ、宇宙を作った創造主、今、慣れないけれどって、うん、自分の決めるなんかいろいろできるっていう、うん、でもそれも範囲ですよね。そうです。で創造主にもなれるの、なれる、だから創造主と同じことができるっていうことなのかな、うんうん、そういうこと書いてある。で、あの実はこっちの方にはね、割とそれに近いことをね書いてるんです。で、あのその能力をね、いらっしゃいます。その能力をそのすごくね単純に書いてるんですよ。あのどうやったらそういう能力を広げられるかって言ったら、あの心の幅を広げろって書いてあるんですよ。本当、あるんだと、もう話をちょっとかなり難しい話になっちゃってる。だから今まで言ってきたことはあの方法論なんだよね。要は魂の幅を上げるんじゃなくて広げましょうって言って、で広げると何が起きるかっていうと、その薄々で、ね、今言った意識は範囲なんだと自分たち知ってるんですよ。だけど範囲っていう一つの言葉だけで聞くと何なのこっちか分かんないでしょ。どうしてもそれは何キロなんですかとか、あの宇宙の果てってどこにあるんですかみたいな話ですよ。その果ての向こうは何なんですか、ずっと思うよね。果てがありますよと言われたら、宇宙の果てのじゃあその向こうは何なの、それと同じようなもんなんですよ。で意識って何なんですかって言った時に、その意識ってここからここまでのもんなんですよって言ってしまうとそれだけになっちゃうんですよ。じゃあその意識の向こうには何があるんですか、そこにはもう絶対意識はいけないんですかって言うと、そんなことはないって話になっちゃうんですよ。じゃあ意識ってどんなもんなんですかって聞かれた時に、何キロメートルで重さがいくらで、で何年ぐらい生きてとか何年ぐらい存在してとか言えないんだよ。だから前に話したと思うんだけど、人間が作った単位では説明できないものを奇妙さ知っていう言いますよね、言いますって話をしましたよね。ストレンジスって言うんだけど、まさにそれを説明してるんですよ。で要はあの今サラシャンティなんかでやってる、まあ、上森さんも含めてね、何やってるかというと、もう俺たちの単位じゃ説明できないことを説明してるんですよ、しようとするから。だからどうしてももどかしい言葉で、みんなが分かる言葉でにこう翻訳して伝えてるいるんだけども、でも本来はそうじゃなくて、皆さんが持っているいろんな単位とか常識とか、それ全部外しちゃった上で感じるものだと思うんですよ。今ねじゃあ2人来たんで何を話してたかっていうのをちょっと言う、ざっとねまた繰り返しますけど、あの今はね何やってるかというと、このさもう最後のこの10章11章12章というところやってて、これはまあ意識による旅行とかね、宇宙空間の探検とかさ、絶え間なき進歩の報いっていうところで、まあもうまとめなんですよ。で今までずっと勉強したことをその実践していくとこういうことが起きますよってことなんだけども、一体意識による旅行ってどう説明すればいいのかっていう話をしてたんですよ。でそれは
何だろう、意識によってね旅行できますよって皆さんに言うのは簡単なんだけども、でも一体その意識とは何なのとか、じゃあ例えば今パッと言うとね、で皆さんの中でここにこう魂みたいにこう意識があってさ、で俺がここで金星に行きたいなと思うと、これがねバーンと金星まで飛んでって、でこうやっておーっと金星見てんのかなっていうふうに、これだけだと思うわけよ。だけどこの中では例えばそれは過去にも行けるし未来にも行けるって書いてるし、例えばものすごい遠いさアンドロメダ星雲とか、その隣の星雲まで行ってそこでそれを 見てこれるって書いてあるわけ。でも例えばアンドロメダ星雲ってのは30万光年とか離れてる、30万年前の光を見てるわけだよね俺たちは。そう、今のアンドロメダ星雲はと全然違うわけだよ。でもこの意識で旅行するってことは今のアンドロメダ星雲を見に行けるってことになるって書いてあるわけだよ。これどう説明すればいいのか。意識はじゃあ宇宙空間、もしそうやって移動するとしたら宇宙空間ってどうなってるんですかって、そういう説明からしなくちゃならない。それは書いてないんですよ。意識ってどういうもんなんですかっていう。で意識とは何なん、どんなもんなのかっていうことを説明してたんです。で一言で言うと、意識っていうのはここにねこんなふうにある、こんなもんじゃなくて、意識とはどういうふうに考えればいいかというと、意識は範囲、ここからここまでっていう範囲、範囲としか言いようがない、意識は範囲なんだというふうにこっちに気がついたんです。だから範囲だから、アンドロメダ星雲も僕の意識の内側なんだって決めてしまえばもうそこはいけるんです。私の意識の範囲の中に入っちゃうんです。100万年後のこの地球がどうなってるんですかと思って見ようと思えば、100万年後の地球も自分の意識の範囲決めてしまえばそこにいけるってことなんです。でそれはな、言い換えれば意識って何ですかって言ったら、意識って範囲なんですっていう言葉でしか言いようがないんです。でこの範囲は実はだからもう過去にも未来にもどこも距離も無限なんだって決めたらもう無限にあるんです。だからこれ言葉で言い表せば、意識って何ですかって言われたら、意識は範囲っていう言葉でしか表せないっていう話です。でもこれが実はこの生命科学が最も伝えたかった最後の極めなんです。なんだと思うんです。でこれが理解できればここに書いてあるいろんなことが全部もう分かっちゃうんです。全部できるっていうか、なぜできるかってことさえも分かってしまうということなんですね。でそれをずっと説明してた。宇宙空間の説明って前したっけ？した？したよね。したよね。足立育郎の原子核がこうなってて、じゃあまあそれは分かってるよね。そう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 、ゼリー状の、原子核が詰まっていて、絶えずこれがブブブブ震えていて、でそれがいわゆるこの空間の状態っていう。だからつまり こっちがその空間のここからここまでって定めちゃえば、その思いがその空間のプルンプルンプルンとこう一瞬にして通じてしまって、そうなっちゃうってこと。で俗にね、その思えば叶うっていう事実もまさにこう思えば叶うってことは、要するに
その状態、良くなった状態を決めただけなんだ。その範囲を決めただけなんだよ。なんだけどそれが実現していってしまうのよ。で、実現しっこないって思ったらそれはそう決めたことになるわけ。だから例えば俺は天切りとかやるんだけど、あのなんていうのかな、例えば腰が痛いと、長年腰が痛い人が来るわけ。ずっと見るとさ、どこにも原因がなかったりするんだよ。そう、この人は作ってるんだなって分かるわけ。そうね、最近ね、最近はどうしてるかというとね、あの難しいこと言わないで、あのここは別に体の奥の触れないところのここが悪いから、ここが良くなっちゃえば治るよって言うんだよ。で、ここはあの俺がこういうのやるから良くなっちゃうから、あの良くなっちゃったって決めてっていうそんな言い方するわけで、歩けるって決めちゃえば歩けるからっていう、そういう感じでやるの。最初のうちはなかなか受け入れないんだけど、だんだん受け入れていっちゃうと本当に歩けるんだよ。で、そういう人が何人かいて、でも俺直してるわけじゃないんだよね。ただその人がそうなってる原因を突き止めて変えさせてるだけなんだよね。でも実はこう八尾さんも同じことやってるね。で、最近の俺はね、だから施術する時もここが原因ねって言ってやるんだけど、それはそれで当たってるんだけど、で最終的に、はい、もう治ったから、もう歩けるからと、もう痛くないからって言うの。そうすると痛くなくなるの。で、受け入れない人は痛い。で、それは何かというと、その人がまだ決めてないから。どんどんおかしな話になってると思うんだけど、でも実はこれがこの最終的にね、この意識と何かっていう答えなんです。だから我々がどういうふうに生きようかって考えた時に、どうすればいいのかって言ったら、我々が決めればいいんです。ただ その決めるっていう至るまでに、やっぱりここに書いてあるように、今まで私たちは散々勉強してきたみたいに、できっこないとか、それから理屈が通らないとかっていうマインドの縛りがあるわけですよ。で、ずっとマインドを開きなさい開きなさい、いろんなものを取りなさい、例えば上に上に行くんじゃなくて上にも下にも広げなさいって言ってるのは、まさに今のことを分かるためなんです。上にも下にも広がっていけば、最終的に何が分かるかというと、思いが実現するんだってことなんですよ。じゃあ思いが実現するって何なのかって言ったら、それは何のことはない。もともと意識は範囲なんだ。自分で範囲を決めればよかった。痛い自分、痛くない自分、これもまた範囲なんですよ。できる自分とできない自分、これも範囲なんです。だから最初から、私は頭悪いから勉強できないのよ。だってそれは自分が作った範囲なんですよ。いくら勉強しても英語喋れねえんだよな。それも自分の作った範囲なんだよね。ただね、結局僕らは生きてるから、スーパーマンになる、なりたければなってもいいんだけど、スーパーマンになることもないんだよね。それはね、このやっぱり面白いもんで、ある種のこの中に書いてあるようにね、我々は宇宙の意識の中で生きてるんで、それぞれみんな特徴を持って生まれるんですよ。みんながみんなスーパーマンだったらさ、いいのかもしれないけど、
ところが違うんだね。やっぱりブッダのみたいな国に行ってもそれぞれ範囲があるんだよね。常々例えば僕なんか思うのは、もしこの世の中にトイレのことに全く興味を、全員が全く興味持ってなかったら、こんなに快適なトイレ事情は得られないわけだよ。どっかにトイレをどうやったら快適にできるだろうってことにものすごいそれに興味を持つ人たちがいるからこそ、これはそれが実現してるわけじゃない。そう、ああお前何トイレの好きなのねとか言って、子供だったらバカになんかしちゃいそうなんだけど、でもちゃんとそういう人たちがこういて配置されていて、でもちろん自分たちもそれぞれこの社会の中で位置というかな、そのいるべき位置があっていらっしゃるんだと思うんですよね。でそれをきちんと把握して、その上で自分はこうなりたい、自分の範囲はここにこういうふうにしたいんだっていうのはね、要はそれが神の意思なんですよ、それぞれの。だからそれに従えばいいんです。じゃあそれに従うっていうのはどういうことかというと、自分がそれぞれ感じた神の意思を自分で、あ、私はこれが好きでこれをやってるのが楽しいんだな、だからこれをやっていたいって、その範囲を決めちゃえばいいんです。そうするとそのように実現していくし、それが楽しく、最もその人がその存在が肯定的な状態として出てくる、続いていくって話になるんですね。だんだん宗教みたいになってくるんだけど、でもそれは皆さんの心の中に衝動として残ってるわけですよ。神様の言葉は衝動なんで、衝動とか印象なんで、あ、これやりたいと何があるはずなんですよ、皆さんの中に。じゃあなぜこれをやりたいと思うのかって言ったら、それは誰かが囁くからなんですよ。それは誰かというと、皆さんの中の神様ですね。皆さんの神様ですね。別の言い方をすれば、アダムスキー的に言えば宇宙の意識からの、メッセージっていうふうに彼はそういうに書く。その中で、例えば皆さんがそれを成し遂げるためにどうしたらいいのかって言ったら、そこから先は決めればいいって話なんですよ。あくまで不可能なことに見えてもですね、その私にはこれができるって決めれば必ずできるんですよ。ただですよ、だからこうこの中でも書いてあるけど、その意識的に思うことと空想することとは別なんですよ。空想というのは個人的な、要するにエゴの欲望なんですよ。でエゴの欲望、例えば女にモテたいとかさ、例えばね、金髪の姉ちゃん10人連れて歩きたいとかさ、そのくらいは願いは叶うかもしれないけど、でもそれ叶ったからって多分あんまり嬉しくないような気がするんですよ。それよりはやっぱり自分が生まれてきて、その何かこうやるべきことがあって、それを感じてそれを遂行するためにいろんなこういうことをやりたいって思ったら、でそっちの方がよっぽどやっぱりその楽しい、本当の意味では楽しさがあるっていう。今日はね、だから最後のレクチャーという形なんで、あまりねこれにとらわれないで、この意識とは何かというところからも突っ込んでるわけですよね。そうだな、あとこれを言ってしまうとですね、あと言うことないんだよね。
全部含んでるんですよ。何かありますかね、質問は。何かあります、質問。途中からやってた人は何言ってんだろうと思うか。あ、でも録画してるからね。そうだよな、全部な。まあ、だからやっぱりこういうことにね、気づいたのはやっぱりこの六甲でいろいろいろんな人に会ってっていうのも大きいですよね。あの本当になんていうの、まあ、今日会うね上森さんなんかもそうだけど、みんななんか神様にさ、あのちょこまかちょこちょこってやられて、なんか一生懸命やってるじゃないですか。で本当にあの最初は理解されないでも一生懸命頑張ってやっててって、そこはね僕も同じなんですよ。このアダムスキーとかさ、アダムスキーなんて UFO 界で言ったらさ、詐欺師ですからね、アメリカで言うと。でこんな時代にですね、金星人が教えてくれた宇宙哲学ですからね、もう俺絶対もうそれ曲げないで言ってるんですよ。金星人が教えてくれた、本当は金星人だけじゃないんですけども、それでも押し通してるんですよ。それでも信じる人は来てくださいっていう感じでやってるんだけど、まあ結構ね見てくれてる人が多くて驚きますね。うん、なんかこれ見て仕事変わったとかね、あの言い方変えちゃったとかね、いいんだろうかなと思いますけど、まあそんなこんなでございますね。まあ